はい、皆さん、こんにちは。覆面 YouTuber、タカです。気になる男シリーズ、第36話ですね。第36話。今回も久保さん、よろしくお願いします。ということで、後回しの話が出てきましたね。後回しの話。後回し。これ結構自分もかなり、昔からすごく考えていたテーマであって、のび太くんですね。後回しといえば、のび太くん。のび太くんね、うちの娘がちょうど今ドラえもんとかを見る時期、ちょうどテレビでドラえもんが好きなね、年頃になったんでドラえもん見てるんですけど、のび太くんは自由ですよね。で、よく言うセリフが、これですね。まあ、いっか。宿題は後でやろうと。っていうね。もう、いいですね。いいですね。いわゆる先延ばしですね。先延ばし。いっか、宿題後でやろうとって言って、どうなるかというと、こうね、ぐうぐう寝てるっていう、ぐうぐう寝てる。ジャイアンもね、スネ夫も、これスネ夫、あれこれ誰だろう、スネ夫なの、眼鏡かけてんだ、これ誰だろう、これ。静香ちゃんもいるけど、これなんどび、スネ夫、眼鏡かけてましたっけ。いいよ。なんか、とりあえず、ともかくね、こう、ね、後でやろうって言ったらいつの間にかね、ぐうぐう寝ちゃうっていう。まあほんとこれね、やるべきことをね、後回しにしてしまうね。やっぱこれは理由があると思うんですよね。今は理由。でもこれもう、うすうす、みんな、誰もが分かってるし、これは自分も分かってるとは思うんですけど、本当にもう、今はしたくないってね。もう今したくない。今したくないだけなんですね、正直もう。後でやるから、っていうのはもう今、したくないっていうね。それだけなんで。で、これちょっと、なんでね、後回しにするんだろうなって思って、ちょっといろいろ調べたら、時間不一致現象っていう言葉が出てきてですね。これ何かなってこう調べていったら、すぐにこう実行するのは難しいと。もう今するのはね、難しいのと、今したくないんだ。今したくない、今したくない、今したくない、今実行したくないっていうのがあっても、その、なぜか後で実行するのは簡単に感じられる。なぜか後では実行するのはね、簡単に感じられるんだよな、みたいなね。これは多分言語化できる問題じゃなくて、今はできなくても後ならできるっていう感覚。これをその時間不一致現象って言うんですけど、これなんでそう思うのか、自分これよく考えるんですね。今はできないけど後ならできるっていうね。自信を持って言えるんですけど、その自信はどっから出てくるんだっていう話なんですけど、それって、この未来の自分は今の自分よりも有能になっていると。きっとね、今よりも明日とか明後日の方ができるはずだと。だから時が経てば、きっと簡単にうまくいくと考えるっていうのが、この時間不一致現象。要は先延ばしの心っていうのがこうあるっていうとこを書いてたんですね。今はしたくない。でも今はできないんだけど、後ならできるような、だって俺だもん的なとこなんですけど、これをね、いつものこのパターンなんですけど、安西先生。よくね、もうこのシリーズ安西先生ばっかり出してるんですけど、ね、お前なんか勘違いしとりゃせんかというところなんですよね。この成功する人と失敗する人、今回は成功する人とね、失敗する人みたいな話も少しテーマであるんですけど、挫折が成功みたいなね、とこもサブでこう、ちょっと書いたんですけど、この一歩踏み出せる人、成功する人っていうのは、一歩踏み出せる人、で何も変わらない人は、失敗する人っていうよりも、現状維持ですね。現状維持イコール失敗する人って捉えてもいいのかなと。何かをやるっていうのは成功する。それがね、うまくいこうとうまくいく前で前に進んでる。でも何もしない現状維持の人はやっぱ失敗する人になってしまう。違いは一体どこにあるのかっていうところで、少しね、この人たちを言おうと思うんですけど、スティーブ・ジョブズ、そしてビル・ゲイツ、彼らは偉大と。偉大と言われているんですけど、一体じゃあ何が違うのかと、普通の一般人と。素晴らしいアイデアを持っていた。持ってたんでしょう。持ってたんでしょうと。でも、それだけではないんですね。
違いはここではなくて、アイデアは持ってたんですけど、他にもね、同じようなアイデアを持ってた人はいっぱいいるんで、じゃ何が違うかっていうと、やっぱりアイデアを実行に移したからっていうところなんですよね。アイデアを実行に移したから偉大な成功を手にできたと言われていますと。アイデアはみんな持ってたりするんですよね。でもこれ実行に移したから偉大な成功に転できた。まあ、こうやって書けばね、なるほどって思うんですけど、だからこそこう偉大って言われたんですね。だからそれ本当に実行に移して形にしたからこそ、この人の名前、ビル・ゲイツとか、スティーブ・ジョブズとか、その名前が今の構成のように伝えられている、まあ、そうかなと思うんですけど、だからこのアイデアをね、実行に移したっていうことが重要かなと。で、この 99% の平凡な人、そして 1% の特別な人っていうね、いうフレーズもあったんですけど、これちょっと調べたら本で、著書であったんですけどね。これ何かっていうと、もう人へにこの実行力の差でしかないんだよと。本当に実行力の差、もうこれ以外ないというね、偉大な成功をできる人、もう実行力の差でしかないと。つまりこの願うだけでは成功は手に入らないんだよと。願うだけでは、こんなのは誰でも知ってると思うんですよ。願うだけでは成功の手に入らないと。じゃあなんでね、そうなるのかっていうと、これまた深く深掘りすると、この自信過剰なゆえの計画誤信というね、いうところがあると。あれ調べたらあるんですけど、要は自信過剰だからこそ計画を立てなくてね、できるだろうと。願うだけで成功は手に入るだろうという自信過剰じゃないんじゃないんじゃないかなっていうね、ことを言ってたんですね。これはよくその、物事をいろいろ深く知ってる人ってよく、ね、言うのはその、自信過剰になりなさんなよとか、なんかね、ちょっと甘いんじゃないのとか言うんですけど、その願うだけじゃやっぱ成功は手に入らないっていうのは分かってるからこそやっぱりね、ここっていうのを指摘してくるんじゃないかなと思うんですね。甘いんじゃないのと。計画ちゃんと立ててますかっていうね、詳細詰めてますかっていうところがあるからこそ、もちろんそれがないからこその、そのなんだ、ちょっと勢いっていうのもあるかもしれないんですけど、あんまり立てすぎて今度は、なんかね、気持ちが落ちてる人もいるとは思うんで。で、だからやっぱこの実行力の差っていうのは本当にでかいと。成功するためには。素晴らしい。いくらアイデアを持っててもね、なかなかうまくいかないんじゃないかっていうところですね。行動して初めてうまくいくと。まあ計画をね、自分をちょっとね、甘く見すぎてるっていうかね、ちょっと物事をね、楽観しすぎんじゃないかっていう、楽観視するのは大事だと思うんですけどね。っていうところがあるのかなと。で、この切迫した今度、切実な理由はあるかっていうところですね。要はその、まあなんとかなるさ、願うだけでなんとかなるさっていうのは結局その、まあ、明日やろうっていう病にかかってるんじゃないかと。まあ、切迫した切実な理由がないんで、まあ、明日やればいいかと。ね、なんとか別にいいじゃないかみたいなね。で、こうやっても先延ばしの神様ですよね。もう先延ばしっていうもうすげえ強い、なんか苦しいというか、なかなかね、倒せない神がいるとは思うんですけど、それに抗う唯一の方法。っていうことで、やっぱこれは皆、が言ってるところなんですけど、やっぱりこの締め切りの力ですね。締め切りの力。やっぱこれかなと思ってて、まあ、時間的余裕があると無駄なことをやってしまいがちっていうのはあると思うんですね、本当に。特に納期、自分も IT エンジニアだったんで、まあみんな仕事はそうだと思うんですけど、本当に納期って厳しいんですよ。本当に。もうスケジュールはまずね、まずありえないスケジュールをいつも引かれるんですね。いやいや、これ無理だろうと。絶対無理ですよ。って言うんですけど、絶対無理と言いながら、そのスケジュールは変えてくれないんで、まあ、やっていくしかないと。やっていくからこそ先延ばしもできないと。土日も全部スケジュール、土日は引いてない、スケジュール引いてないけど、もうこれ土日使わないと間に合わないんじゃないか。みたいな、こう、ことをされるんでもやるしかないっていうね、ところがあって。だからその余裕がやっぱりあってしまうと、あとはこの切迫感がどうしてもないと、そのどうしても、なんで、このよそ見をしてしまうんですよね。で、やっぱりよそ見をする時間があると、まあ、逃げていくんですよね。成功が。まあ、会社の仕事で言うと、その会社の仕事の達成というか、納期必達ができなくなるっていうね。まあ、というところがあって、本当にその、逃げていっちゃうんですよね。だから、この先延ばしって、まあ、小さいことに思えるんですけども、こうやってもう自分の人生から逃げているってかなり大きい枠組みで捉えてもいいんじゃないかなと。まあ、逃げている人間自体、これが私なんだと。
自分の人生から逃げて、ね、この先延ばしっていう小さなことをやってることが、もうそもそも生き方全てにそうなっていると。だからそれは、引いて言うなら自分の人生から逃げている。そして、逃げている人間は、それは私なんだっていう、そこを理解しなきゃいけないんじゃないのっていうところ。つまり自分の人生をこれ見直すきっかけになるんじゃないかなっていうのが、この先延ばし、まあ、後回しですよね。っていうところまでこう、どん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 深掘りしていくと、すごくこう、やっぱりあるんじゃないかと。自信過剰だったりね、切迫してないから明日やろうってなって、だん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 だらだらして、で、締め切りを作れないからこそっていうところ。やっぱ逃げてんじゃないのっていう。で、逃げ腰っていうのは、じゃあ、自分の人生全般に対してそうなってないかっていうところもあるんじゃないかなと思ってて、でさっき安西先生出したんでね、やっぱりスラムダンクで言うとここですよね。俺は今なんだよっていう ね断固たる決意ができたんだよ親父っていうやつなんですけどね、本当にここしかないのかなと思ってて、本当逃げているっていうのも気づいたらもう負けかなと思うんで、だからもう本当に断固たる決意、俺は今ここね、こういうところを強くこう持っていくと違うんじゃないかなと思ったりもするんですけど、そして久保さんが言ってましたね、強い欲望を持ちなさいよと。強い欲望、いや、なんでこの人を出したかっていうとちょっと分かんないんですけど、なんとなくこの人すごい欲望を持ってそうな気がしたからこの人がただ単純に出てきたんで、なんかこの人をですね、でこの人はきっと言いそうなセリフをね見つけて、この人はこう言うんじゃないかと、もうくそやりたいとね、わかんないけど分かんないけどね、なんかこの人言いそうな感じだと、本当この人には申し訳ないんですけどね、なんかこういうことを言いそうな人をだからちょっと持ち出してきたんですけど、三大欲求を超えろというね、とこで、まあね、これできるかできないか分かんないけど俺はやりてえよって、これはあれです、確か本田宗一郎さんかな、これは真面目な方ですね、本当ね、やりてえの意味が多分違う、もうこれもやりてえの意味が違うかもしれないですけど、まあ、ともかくね、ここその情熱ですね、こっちで言うと。こっちは情熱。ちょっとこっちは、もしかしたらちょっとね、欲に近いかもしれないですけどね。まあ、どちらかというとこっちですね。俺はやりてえよってね。やってやんよっていうところですね。こっちの方に近いです。こっちは、男塾ではなくて、それに近い、その同じ人が書いた人。本間博さんだったかな。なんかともかく。ね、このね。痩せ我慢こそ男の真骨頂だぜっていうね、なんかこういうところっていうところなんか見習う、まあ、男魂じゃないですけど、こういうところってなんかあるとすごくいいんじゃないかなと、まあ、あえてね三大欲求と勝負するここ行きと、まあ、普通の人はね、まあ、食べたい時になんか食べたいだけ食べてると思うんですよ、会社の時はやっぱ真面目なんでしなきゃいけないですけど、それから解放されたらね、まあ、食事を食べたい時に食べると思うんですよね、あとは眠たい時にはグーグー寝ると。まあ別に悪いことしてるわけじゃないんでね。これ別に悪いことしてるわけじゃないと。そしてまあ宴会に呼ばれたらフラフラ出かけると。まあ今はね、コロナもなくなって、コロナでちょっとわかんないんですけど、まあ、こういうのもなくなったとは思うんですけど、まあでもそういうのって別にいいか悪いかっていうと、まああんまりそのなんだお金を稼ぎたいっていう思いがあるなら、これあんまりやっても良くないんじゃないかなとは思ってて、まあこれが要は、食欲、睡眠欲、性欲ですね。だから性欲もこれも一つの人との付き合いっていうところまで拡大解釈しようっていうのが前回、前々回のお話だったかなと思うんでね。この三大欲求ですね。三大欲求、この食べたい時に食べる、眠たい時にいくらでも寝ますと。で、まあね、人との付き合いごとにはもうフラフラ出かけちゃうと。で、もちろんね、その日々のなんやかんやで疲れてるんで、しょうがないと思うんですね。自分もその相手演じない時はもう、いつも疲れてたんでね、こっちに流されちゃうんですよね、どうしてもね。食べたい、食べる、食事、寝る、人付き合いもね、なんかわけわかんないからしょうがないとは思うんですけど、ただそこっていうのを、そこっていうのもしっかりやり続けない。こうですね、しょうがないはいつまで続けるんですかっていう、しょうがないはいつまで続けるんですか。もちろんね、なんやかんやの日々で疲れてるっていうのはわかってるし、大変なのはわかるんですけど、これいつまで、そういうごまかしていくのかとか、まあ、いつかね、その自分にごまかしが切れなくなると思うんですよね。こうやってもうごまかしてもまだ許される段階ならいいんですけど、いつまで続けますかっていう。で、最後はね、あかんと、ダメな男やみたいにね、なってしまったら、もうこれ、ちょっと手遅れな
だと思うんですよね。ここまで、まあ、これが落ちぶれてるかっていう表現もあるんですけど、まあ、でもこれ結構いってますよね。結構ダメな感じ出てるじゃないですか。なんで、まあ、これはまだね、ごまかしてるんで、まあいいけど、でも怒ってますね。この女性かなり怒ってますよね。完全に怒ってますよね。なんかやっぱり、ね、ごまかし、いいね、しょうがないと思うんですよ。しょうがないけど、しょうがないやつもいつまで続けるのかなっていうところになってくるのかなと。やっぱ手遅れになる前にやるしかないというところで、ここっていうのは本当にその、ね、人間の欲求というか難しいところがあるんですけど、まあ、本当にこの疲れてるけどね、しょうがないけど、果たしてこうなる前になんとか手を打ちたいところだなとはすごく思ったりもするんですけどね。はい、ということで、そして次のちょっと話はずれていくんですけど、今度稼ぎ出したら挫折するって三久保さんが最後言ってたところなんですけど、本当に、よしこれ稼げるんじゃないかって、ね、希望を見出して、こう希望に向かって頑張るわけですよね。自分も本当にチャンネル登録1000人あの別のチャンネルで行くときって本当にこれだったんですね。もう行くぜみたいな、行くぜ行くぜ行くぜでね、まあ行ったわけなんですけどね、行ったわけなんですよ。でもやっぱね、いつかこれが来るわけですね。すまねえとね、こんなはずじゃなかったっていうね、まあ自分、わかんないですから、行ってみないと、その到達しないとわかんないっていうところもあったんで、まあ、ともかく希望に向かって頑張ると。でもまあそういう時は来るわけなんですよね、いずれね。ここでどうするかっていうところで、でもこれそこでまあ諦めてしまったらね、せっかく頑張って頑張ってね、行って、まあこれ悟空で言うとスーパーサイジになったわけじゃないですか、ってなって、なんかね、強くなったけど、でもやっぱりダメだったみたいな。でもこれ諦めてしまったら、まあ、特にお金を稼ぐところで言うとですね、もう本当勝たなきゃ誰かの養分だと、もうそれはこれはもう変わらないっていうことを言ってるんですけど、本当にそうなんですよね。今までいろんなお金かけてきたとしたらば、本当それっていうのは諦めてしまったら全部が無駄になっちゃうんですよね。ね、こんなはずじゃなかったと思ってもね、思ってもそれは現実なんで、だからやっぱりここの勝たなきゃ誰かの養分になっちゃうっていうのも事実じゃないですか。だからここも事実、こんなはずじゃなかったっていうのも事実だし、でも勝たなきゃ誰かの養分になってしまうっていうのも事実。もうここでもう諦めれないんですね、正直言って。諦めてしまったら本当にこうなっちゃ、もうなんかで活路を見出していくしかないかなと思ってて、で自分が行き詰まってた時に、まあ、このね、兄貴チャンネルですよね、YouTube で、月間1億再生稼ごうとか、ちょっと名前がね、ちょっと忘れちゃって、ここ書いとけばよかったんですけどね、まあ、兄貴です、兄貴ですね。で、この、まあ、方が言ってたんですけど、もともとプロデューサーとかだったのかな、テレビの。で、まあ、YouTube ですごい大ヒットしてる漫画チャンネルとかを結構やってたのかな、確か。で、これ言ってたのが、もう、ヒットなんてない、ヒットなんかねえよって一言言ったんですよね。そんなもあるわけねえじゃねえかって言ってね。もうヒットを生み出すために考えてんだよってね、バッサリ言ってて、あ、ないのかってね。単純にないのかみたいなね。もう考えて考えて考えて考えまくってるんだよって言って、そんなもんないですって一言言われてね、あ、ないのかっていうのがなんか衝撃を受けたところがあって。で、このマリマリマリっていうやつも、初め全然当たんなくて制作費をどん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 かけてたらしいんですけど、もう全然ね当たんなくて、もう行くとこまで行って、もうこれ以上はやばいっていうところで最後こう人気が出てきたっていう話があったんですけど、本当このどこまで やれるかっていうねっていうところも行くんで、もう最後はもう気持ちの問題じゃないかなと思ってて、だからそのやっぱり勝たなきゃ誰かの養分になってしまうって現実があるわけじゃないですか。したらもうそうなったらもうね、行けるとこまで行ってもうダメならまあしょうがないっていうのもありなんじゃないかなと思うんですね。ね、本当に、だからその、やっぱね、活路を、どうしたってその、ね、頑張って頑張って、ね、現実に打ちひしがれてね、でもやっぱりそのままじゃいけないっていう、こう、いろんなこう、ことを考えていったときに、そしたらやっぱり、ここも今度ルフィのところを使うんですけどね、ルフィもこうやってやられるわけじゃないですか、ドーンってね。でも、そこをやっぱりもう一度奮起して、まあね、お前は倒せる敵だっつってね、言うわけじゃないですか。だからやっぱここからここに行く過程っていうのはやっぱ人間すごく頑張れるんじゃないかなと思ってて、
それはやっぱりその今まで、どんだけ、無理してきたっていうか、頑張ってきたかっていうか、その、なんだろう、こうやってこの頑張ってきた、今まで頑張ってきたっていうところに対して、やっぱりまだいけるっていう、その思いの強さっていうのが最後、その自分を奮い立たせるんじゃないかなとは思ったりして、本当にだから気持ちの問題なんじゃないかなと思うんですよね、本当に。で、そこでやっぱり、今度は、じゃあどうやってやるのっていうね、いくらね、やる気がありますとか、やる気だけでもなんともならないっていうところで、久保さんが、具体的なちょっとお話もしてくれたのかなと思って、私はと、私は深夜2時に起きて、朝の7時まで仕事をしてるんだって言っていただきましたよね。で、昼間は家族との時間をしっかりとって、っていうところをしっかりと、だから家の仕事もやる、家もしっかりやるし、まあ、しっかりやるし、言い方あれですけど、しっかり家族との時間も取るし、自分の仕事もやってるんだよっていう。だここの5時間っていうのは完全に一人の時間で仕事してるけどね、それ以外の時間は家族との時間を取ってるよっていうところ、まあ、ここっていうところを、まあ、要はアイデアと工夫でできることがまだ残っているっていうところを言っていただいたんじゃないかなと思うんですね。もちろんこれが誰しもね、できることかどうかっていうところはあるんですけど、その、そういうアイデアと工夫次第でいろいろできること、それは人、なんだろう、その人、これを応用してなんかできるところってあるんじゃないのかと思ったりして、やっぱりその絶望しても立ち上がる、絶望しても立ち上がるっていうね、ここをやるためにはやっぱりその、やっぱやっていくしかないと思うんで、どうやって時間を確保してやっていくか、まあ、そこら辺っていうのをすごく前回の久保さんのお話はためになったなとは思ってるし、そして最後ですね、在宅で仕事ができることにも挫折のお話、最後問題提起して終わっていたところなんですけども、まあ、当然家族がいる場合ですね、家族がいる場合、在宅でできるようになりましたと、家でやったーとね、もう自由だ、家で仕事できるって思った時に、やっぱりそうは言っても家族の理解がないと精神的にブレてしまうんですよね、どうしても。同じ家に住んでいればね、家族の目線とかね、何やってんのとかね、本当にそれ大丈夫なのとかね、そういうところっていうのはやっぱ見られるとどうしても、特に情報発信だと自分の声がもろね、その感情が伝わっちゃうので、そういうところがブレてしまうとなかなか情報発信って難しいんじゃないかなと思うんですね。当然それはメールも一緒で、メールもその、ね、やっぱり自分の感情がブレたらダメになったりするし、でもその、そういうところっていうのはやっぱ乗り越えていかないといけないし、それっていうのはやっぱりこのアイデアと工夫でまだ残ってるんだよっていうのはここで言ってもらったとこにつながるんじゃないかなと思ってて、本当に家族がいる場合に対してはこの家族の理解をうまくやっていく、だからその自分がどれだけやりたいか、自分がどれだけ稼ぎたいかっていう思いの強さがやっぱここの説得とか、理解につながるんじゃないかなと思ったりもするし、あと一人の場合ですよね、一人の場合。一人の場合っていうのは、時間はたっぷりとあるっていうところがあるんですね。時間はたっぷりとある。でも今度は孤独と息抜きの難しさがあるんじゃないかなとは思っていて、当然一人暮らしだと、まあ、一人暮らしとか家に一人でいると時間がたっぷりあると、そしてね、そこがいいんだけど、今度孤独っていうのはやっぱり辛い。そしてそのしっかりやり込んだ時の息抜きの難しさ、自分はそこがあるんじゃないかなと思っていて、特にね、監視の目がなければいくらでも堕落できてしまうというところがある。まあ自分の場合はこうちょうどね、家族がいますんで、堕落してたら、堕落というか、あまりね、下手なことをするのは良くないっていう、ちょっと家族がいるおかげで監視の目があるっていうところもあるんですけども、本当に一人だと、本当、誰もいない家でずっとやり続けるのって、ちょっと自分はやったことないんで、ただやったことないですけど、多分おそらく自分はできないとは思ってるんで、まあそういうところ、なのでこの難しさっていうのはすごくあるんじゃないかなとは思うんですね。で、会社員の場合だと、ぶっちゃけその仕事に従うロボットですよという言い方もしてたんですけど、まああくまでこうミッションをこなすだけでいいじゃないですか。で、ミッションをこなせば、そして、それで、周りが評価してくれたり、まあ悪ければ悪いって言ってくれるし、その、ある意味、いいも悪いもすごく
やりやすいんじゃないかなと思うんですね。ただし在宅になってくるとやっぱり自分で自分に命令する、決断実行力を死ぬまで貸していかないといけないっていうところがある。だから今までは、指示があったから そこで向かっていく、うん、でもそこに向かっていくのが今までずっとね、学校教育からそして会社員ずっとやってきたところが急にね、自分が自分に命令するっていうことを本当にできるようになるかっていう、まあ、そこの働き方っていうのを変えていかなきゃいけないっていうところも本当に、訓練なんじゃないかなと思うんですね。と絶対できないってわけじゃないと思うので、そこをね、今までの働き方から新しい働き方にするために自分で命令する自分に命令するそして自分でね自分に課していくっていうところを強くやっていく必要があるのかなと。そしてこれですね、これは、全力でサボって刑務し放題と、こんなことしたくないですけどね、自分ね本当にもう別にはただこれ普通にゲームしてたかもしれないですけど、まあね、仕事をサボってはやったことないですけどね、自分はね。ただゲームしたいときはまあ確かにあるんで、やりましたけど、サボってまでは、まあでも、まあまあそこはまあ人それぞれだと思うんですけど、まあつまりその、解放された自由をコントロールできる力があるかっていうところがあるのかなと思ってて、もういつでも、どれだけでもやっていいですよと。まあゲーム、あれゲーマーあれゲーマーって職業でしたっけ、あれゲーマーって職業ってプロゲーマーか。プロゲーマーはね、やればこうやってやり込むことが必要なんですけど、ちょっと何かをね、逃げるためにこのゲームやってるってなると、本当にこの自由、自分の自由をコントロールできる力がないと、本当にもうこれ溺れてしまうと思うんですよね、これ本当に。そして、パソコン1台との孤独の戦いっていうのはこうやって、インターネットでお金を稼ぐっていうところがあると思いますので、本当にこのパソコン1台と本当に向き合ってるか、まあこの人すごい向き合ってるんですけど、まあでもこれずっと20時間も30時間も続けるとはとても思えないようなと思うんですね。単純にちょっとわかんないですよ、勝手に考えてるだけですけど、そうやって自分と、まあ、パソコン1台と向き合うというか、どちらかというとパソコン1台が自分と向き合うっていうところになっていくのかなと。でパソコン1台と言いながらも自分と向き合いながら自由に生きるっていうことができればお金は稼げるんじゃないかなとすごく思ったりもしたりして、本当にこの孤独の戦いだったり、その自分の解放された自由と自由を本当にコントロールできることができるっていうのは本当に重要なんじゃないかなとすごく思うし、やっぱりやればやるほどここっていうのは身に染みるというか、すごく考えさせるところなんじゃないかなと思ったりもいたします。はい、ということで今回は、ここら辺で終わろうかと思いますね。ちょっとなんかうまくまとめれなかったんですけど、やっぱここっていうのがすごく最後、久保さんの最後のお題で、いかに、自分を縛れるか、自分を律する心があるか、自分の目標に向かってしっかりと自分、本当自分しか言ってないですけど、自分自身しっかりやれる気持ちがあるかっていうところにかかってくるんじゃないかなと思ったりもいたします。はい、ということで、ここまでは覆面 YouTuber たかがお送りいたしました。ありがとうございました。そして久保さん、次回もよろしくお願いします。